これを視聴してくれているあなたは、海上自衛隊が世界に誇る US 2級難飛行艇をご存知でしょうか。アメリカ海軍ですら、その性能に関心を持っており、実際に視察を行っているくらいだ。その US 2級難飛行艇の8機目を海上自衛隊が納入したわけだが、今回は世界への発信、交渉力の弱い日本の現状を知らせることになる。2022年5月24日、新明和工業より、通算で8機目となる US 2級難飛行艇が海上自衛隊へ納品され、晴れて岩国基地に配備されることになった。2007年3月の初号機から、今も、なお、日本の海難救助活動に従事しており、これからも、多くの命を救うことが期待されている。US 2級難飛行艇の初舷に関しては、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの規模感となっている。これを見ると、世界でも最大規模の飛行艇と言われるのも、納得がいき、最大時速 580km、巡航時では 470km、航続距離も 4700km に達すると言われている。この US 2級難飛行艇の最大の特徴と言われ、世界の各国から注目されているのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だと言っていいでしょう。離水距離280メートル、着水距離330メートル、着水可能な波の高さも3メートルと、世界の飛行艇の中でも、群を抜いているくらいだ。救難飛行艇として、世界9カ国において採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、離水距離が808メートルで、着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差を見ても歴然である。このような高性能な機能を持つ US 2級難飛行艇だが、なぜか、海外での採用例は一つもない。なぜなら、US 2級難飛行艇は生産数も限られており、一機あたりの価格が120億円を超えているからだ。それがゆえに、世界の国々も注目はするが、いざとなると購入を渋ってしまうようだ。その中でも、導入間コンマで交渉していたインドだったが、ロシア製の B200 飛行艇の一機あたり75億円という安価な方に食いつき、性能が大幅に劣るものの、コスト面で負けてしまった。しかも、インドは、もともと、ロシアとつながりが強いことから、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると推察される。いかに、日本の US 2級難飛行艇が高性能と言っても、そもそも、ロシアの優位性が高かったのだ。しかし、現状を見ても、ロシアの生産性の低下が顕著になってきている。当然だが、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっていて、B200 飛行艇の生産も止めざるを得なくなっている。それでも、インドは、ロシアに対して、経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等、独自の路線を選択していることから、二国間の関係は良い方向で進んでおり、今後も価格面などで合意が取られれば、取引は順調に進められるでしょうね。一方で、US 2級難飛行艇の外観のデザインや、救難飛行艇としてのコンセプトなどは、全モデルである US-1 飛行艇を踏襲していることが見た目でもわかる。この US-1 飛行艇も同様に、新明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで立派に役目を果たした。
実は、この US-1 飛行艇は、オリジナルの開発ではなく、海上自衛隊が1970年に採用された PS-1 という新名和工業が製造した、対潜水艦用哨戒機がベースとなっている。その当時、日本の脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソナーを使用するタイプであった。しかし、その方式は、すぐに陳腐化する結果となり、当時、世界の対潜哨戒の分野において、トップを走るアメリカ海軍の機体から、透過するその V 式の潜水艦探査手法が躍り出ており、これは、1968年に初飛行させた、ロッキード社の P3C 追潜哨戒機において、実用化を果たしている。それで、海上自衛隊は、US-1 飛行艇の調達を、23機で打ち止め、1981年に、アメリカ海軍に倣って、ロッキード社製の P3C 追潜哨戒機を導入する運びとなったわけだ。ちなみに、同機は、川崎重工業者が、ライセンス生産を行うなどして、その後、100機以上が調達されており、海上自衛隊では、同社製の国産 P1 哨戒機を、2013年正式採用へと、発展を遂げた。2022年度末においても、P3C 追潜哨戒機40機の保有を継続していたことから、残りこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も進められているが、またもや交渉を負けしている模様が伺える。中でも、南シナ海での監視能力強化を図るフィリピンが P3C の購入を希望していたが、後の運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P3C に代わり、より扱い、安く維持費が安い方の TC90 に変更となっている。P3C 追潜哨戒機の代替になった川崎重工業社製の P1 哨戒機は70機前後を調達する運びとなり、2021年度末時点で42機を保有している。この流れで日本政府は P1 哨戒機を海外に売り込む案を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用して、またもや交渉に惜敗している。武器輸出の規制が緩和された日本としては、どうにか、販路の開拓を行いたいわけだが、やはり、海外輸出の望みは、今のところ薄いようだ。PS-1 追潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇を経て開発された US-2 救難飛行艇であるが、この製造元である新名和工業は、太平洋戦争まで、これらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきている。新名和工業は、前身である川西航空機より引き継がれた、技術やノウハウを存分に発揮しており、実際、川西航空機は、錦台艇の通称でよく知られている、錦大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍への納入実績もある。太平洋戦争期において、世界屈指の性能を持つと、評価を受けた錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に、日本帝国海軍が、この機体に惚れ込み、正式採用に至ったのだ。この菊原静雄技師によって開発されたのは、錦大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い紫電、および紫電、改めをも開発しており、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師でもある。錦大型飛行艇は、第一次世界大戦の幕を閉じた後の世界の軍縮の流れから開発されたものであり、アメリカ海軍を最大の仮想敵としていた大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造を
この間の軍縮条約等で規制されたことが発端となっている。当時の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりとなる航空機の攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというものであった。そのことから、航続距離を長く持つ陸上攻撃機によってそれらを射程距離外から叩く戦術の実現化を考察していた。もともとは陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領にあたるミクロネシアなどの島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めた背景があった。だからこそ、飛行場を利用せずとも海上から飛び立つことができる大型の飛行艇の開発を必要とし、川西航空機はこの期待に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用された功績を持つのだ。国内で初めて量産されることになった97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇として誕生し、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手されることになり、その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に正式採用されたのが2式大型飛行艇というわけだ。こうやって US2 級難飛行艇の歴史の紐を解いていくと、面白いものが見えてくるよね。